さあ、秋山歌謡祭2024、ちょっと皆さんにご協力いただきたいことがあるんですけれども、皆さんの思春期の目を、いただきたいんですね。最近私がちょっと思春期の得意の目にハマっちゃいまして、自分もあったんですね、思春期の時代、成人には出せないこの攻撃的な思春期特有の目つき。これが欲しいんです。皆さんも家に眠ってる卒業アルバム、思春期に撮ったならではの特有の後ろからこうキュッと引っ張られた感じの、みんなあの目なんですね。あれを集めてます。現在の写真と昔の写真、思春期、両方送ってくれる方はなおさら嬉しいです。違いを楽しみたいです。好きなんです、あの目元が。ぜひ送っていただきたいです。秋山歌謡祭2024で使わせていただきます。極力切れ長の、社会に反発してる感じがいいです。ぜひお願いします。